にちは。ちょっとキャンプ行ってくるのサリーです。今日はですね、ワークマンの本社で行われているアウトドア説明会に来ています。これからね、発売になる新しいテントですね。結構ファミリーキャンプ系にぴったりな大型のテントなんかもたくさん出るのと、あと結構ね、モフモフ系の綿がしっかり入った寝袋なんかもたくさんありますので、ぜひですね、最後まで楽しんで見ていってください。はい、それではテントから見ていきましょう。ワークマンから初のツールームテントが出ました。こちら価格が 27,800円です。私はね、あのコールマンのツールームテント長く愛用してるんですけども、それに比べると気持ち小さいかなという感じでした。あの寝室部分のここは、まあ家族4人ぐらいで寝られるのにちょうどいいんですが、リビング部分はね、あの気持ち家族4人だといろいろ荷物置いたり椅子置いちゃうと小さいかなって、まあ2人か3人ぐらいだったら使いやすいかなという感じでした。あとこちらですね、リビング部分は、この正面と横の緑色の部分が開放するんですが、奥の部分はテントの強度の関係で開かないということでした。こちらの壁の部分ですね。あとですね、入り口、まあ、サイドもそうなんですが、メッシュがついていなかったので、開発社員さんの方にね、ぜひつけてくださいとお願いしたところ、なんとかつけていただけるような形になりました。でこちらスペックなんですが、まあ商品名が耐久撥水ツールームシェルターで、まあ、ポールがグラスファイバーです。で価格が 27,800円、発売時期は9月。あと販売方法なんですが、今回ほとんどの商品がですね、オンラインストアでの注文で近くの店舗での、受け取り、もしくは、ショッピングモール内に入っているワークマンプラスやワークマン女子、あと路面店のワークマン女子などでは店頭での発売もあるとのことです。はい、続いてはシングルウォールのワンポールテントということで、こちら 17,800 円です。普通ですね、あのフライシートとインナーシートで2枚のダブルウォールが多いと思うんですが、もうこちらなんとね、シングルだそうです。でまあ結露とかどうするんだろうとか思ったんですけれども、まあ、あの本当に初心者の人が気軽にもうさっと立てていただくっていうのをなんかコンセプトに作った商品ということで、個人的にはね、あのちょっと面倒くさくてもダブルウォールにして欲しかったなっていうところなんですが、まあシングルっていう感じで、まあ、デイキャンプとかなんかそういうのでも使っていただけたらいいかなっていう感じだそうでした。サイズ感としてはね、結構ね大きくて、結構あのなんでしょうね、ベンチレーションも多くて使いやすいんじゃないかなと思います。でこちらがですね、耐久撥水ワンポールシェルターで、ペグとかポールはスチールでできていて、価格が 17,800 円ということです。はい、でお次はワンポールテントとパップテントがなんか合体したような不思議なテントを紹介します。こちら価格が 19,800 円です。で片側から見るとワンポールテントみたいな感じで、反対から見るとパップテントみたいになってるんですね。でこちらが、まあ、あのワンポール側なんですが、ちょっとしたこういう広い前室もあったりして、この前室もなんかね、あのこの中で過ごすには若干狭いようなで不思議なあのスペースになってますね。中はめちゃくちゃ広いですね。家族4人ぐらいで本当寝られるような感じになっていて、まあ、ちょっとね、反対側パパッと、まあパップテントのように跳ね上げられるような面白いテントになっております。まあ、ソロで使うのか家族で使うのか、まあ、冬使うのか、なんかね、いろいろ考えて使い方を編み出せるような、そんな不思議なテントに仕上がっております。それでね、そのワンポールの方のさっきの手前の前室は、一体これ家族でも過ごせないし、まあ一人で過ごすのはいいけどどうするんだろうってアンバサダー仲間と話してたら、まあ何でも言ってもいい夢のスペースなんだよみたいな、そんな話でまとまりました。でこちら商品名が耐久撥水ピラミッドシェルターで、素材はポリエステルです。でポールはグラスファイバーでできていて、価格が 19,800 円です。はい、続いては3ルームでいろいろなスタイルで使える大型テントです。こちら価格が 27,800 円です。まあ、大型のシェルターのように見えるんですが、中左右に一つずつ部屋がついていて、まあ、その寝室一つには、まあ、大人一人と子供一人の、まあ、2人ずつぐらいで寝られる感じですかね。まあ、だから家族合計4人ぐらいで寝られる感じになっております。でこの中央部にはちゃんとあの下にねフロアシートもついてますので、お座敷スタイルみたいな感じでもね使えるし、もちろんそれ取り払っても使えます。でこちらの左右の部屋をもう吊り下げ式なので、これ取っ払っちゃっても雨の日とか用の大型のシェルターとしても使っていただけるというような、ちょっとね面白いテントになっております。でこちらがですね、耐久撥水3ルームシェルターで、素材ポリエステル、ポールの素材もグラスファイバー、価格が 27,800 円です。
はい、あとこちらがツールームタイプのツーリングテントです。価格が14,800円、まあ、ツーリングテントなのにツールームっていう、なんかね、他のメーカーさんじゃあまり見ないような感じのテントかなと思います。まあ、基本ソロで使っていただくような形ですかね。で、まあ、ツーリング用ということもあって、他のポールは結構グラスファイバーとかだったりするんですが、こちらは軽くて丈夫なアルミを採用しています。で、耐久撥水ツーリングシェルターで価格が14,800円です。はい、こちらは前モデルのツーリングテントがリニューアルしたものになります。こちら価格が9,800円です。以前のモデルに比べてスカート付きになっているそうです。あと耐久撥水効果や紫外線カット効果もありということになっております。で、こちらはですね、商品名レジストツーリングテント、素材ポリエステル、ポール素材がグラスファイバーで価格が9,800円です。はい、あとこちらは、エントリーモデルのテントが、グレードアップいたしました。スカート付きになっておりますね。で、冷気にも強いエントリーモデルのソロテントになっております。価格が5,800円です。まあ、キャノピーポールもね、110センチのものがついてくるということです。で、商品名はレジストドームテント、素材ポリエステルとグラスファイバーで、価格が5,800円です。はい、あとこちらは先ほどのテントの上位モデルということで、ポールがアルミで軽量化されています。全体の重量が2キロになっております。価格が7,800円になっております。で、商品名がライトレジストドームテントです。はい、それでは寝袋いきましょう。こちらワークマンの防寒ウェアでおなじみの機能を盛り込んだお手頃価格のシュラフ、6,800円です。防寒ウェアで使われている 3M シーサレートという高機能中綿素材を使用したシュラフで、中綿がですね 1380g 入っております。かなりモコモコですね。なので、まあ、かなり の寒さでも対応できるのではないかということです。ちょっと適正温度とかについては公表されてないので、また今後ね、明らかになったら紹介していきたいと思います。はい、こちらはフュージョンダウンとブラックアルミがついた防寒シュラフ9,800円です。まあ、フュージョンダウンというね、化学繊維の綿とダウンとフェザーというね、天然素材の綿を 50% ずつ配合した中綿が入っておりまして、まあ、さらにね、中はこのブラックアルミでね、ちゃんと体温をポカポカと反射してくれる、そんな保温してくれるウェアになっております。で、耐久撥水加工もしてありますので、結露にも安心です。価格が9,800円です。はい、そしてこちらが圧倒的な保温性とコスパを実現したワークマンの最強シュラフということで、価格が12,800円です。で、フュージョンダウン、先ほども紹介してフュージョンダウンが 1200g もっこもこに詰められておりまして、あと首周りもね、しっかり冷気が入らないようにね、なんかネックチューブというんですかね、マフラーみたいにもこもこっとなっているような仕組みになっております。これはね、結構寒い冬でもいけるんじゃないかなと思いますので、これ提供品いただき次第、どのくらいの寒さに耐えられるのかね、検証動画もやっていきたいと思います。はい、あと最後にこちらはフリースのインナーシュラフになります。この茶色の部分は、前シーズンのモデルの1500円の寝袋なんですが、中にこういう感じで薄手のこの 3M 審査レートのフリースのインナーを入れることで、まあ、重ねて寒い季節でも寝れるようにするような、そんなインナーシュラフですね。まあ、ただインナーシュラフとはいえ3500円して、外側のシュラフが1500円なので、なんだかあれ、インナーの方が高いみたいな感じなんですが、まあ、高機能素材なのであったかいんじゃないかなと思います。これもちょっと実際試してみないとわからないので、提供品届き次第ちょっと触って確かめてみたいと思います。続いてコットです。こちら燃え広がりにくいアルミコットということで、価格が5,800円で、ポールの素材がアルミで、まあ、軽量になっております。で、前のと違って高さが2段階で調節できるようになっていて、これがハイの状態、あとね、こういうローの状態にすることもできます。で、前のタイプの、コットは結構力技でグイッてやんないと組み立てとか解体ができなかったので、ちょっと私力がないのでできなかったんですが、今回ね、これね、横のレバーをこうカチッてやることで簡単に女性でも取り外しとかつけるのもできるようになったので、これめちゃくちゃいい点だなというふうに思っております。あとね、表面生地も、燃え広がりにくいタイプになっておりますので、焚き火のそばでも安心ですね。こちらは5,800円です。
はい、あとこちらはですね、クーラーボックスですね、この丸型は前から販売されていた真空ハイブリッドコンテナなんですが、それの四角版が出ました。四角はね、本当に作るの難しいということで時間かかったということです。で、価格が4900円ということ以外ちょっと情報がないんですけれども、結構かなりサイズ大きくなる分重くて、片手で持ち上げようとするとよいしょっていう感じの重さでしたね。ただ本当にサイズ感はかなり大きくなっていますので、あのパックのね、あのカプスロールに入ったお肉なんかもスッと入れられるんじゃないかなというふうに思います。で、やっぱ氷なんかも全然溶けない、すごいいいコンテナになりますので、ちょっとこれね、実際にあのキャンプでね、四角タイプを使ってみたいと思います。はい、あとワークマンからついにバーベキューグリルも2種類登場します。形的にはほぼ似てるんですが、サイズ感がちょっと違いますね。こちらが小さいタイプで、もう一つ、ちょっと大きいタイプになっております。まあ、名前がホールディングスクエアグリルと、まあ、ワイドと名の付く方が両方ありまして、小さい方が3900円、大きい方がね5800円になっております。はい、あとなんとスチールのペグも2本登場します。左側のタイプがですね、なんと単造のスチールペグですね。あの単造って金属を叩いて伸ばして作るような感じですね。で、こちらは非常に頑丈なタイプで199円です。驚きの価格で、あともう1個のこちらが、上がプラスドライバーみたいになってますが、これ電動ドライバーに対応したスクリューペグになっております。なんかね、社員さんが金槌で叩くの大変だから、あの電動ドリルできたら楽かなと思って作ったってました。で、こちらは299円になってます。はい、あと前シーズンでも人気だった燃え広がりにくいローチェアもアルミで登場しました。前はスチールでちょっとね重さがあったんですが、アルミになりましたので、軽量になってるっていうことですね。で、耐荷重は 100kg まで OK で、価格が2500円、ちょっとね昭和レトロな感じのこのオレンジの柄なんかもあって可愛いですね。はい、あとこちらは撥水断熱のアルミフィールドシートです。価格が1500円で、まあ、縦が209センチ、横が100センチありますので、あのワークマンのソロテントのねインナーシートにぴったりな感じのシートになってます。結構ねこういうインナーシートって高いから、この値段買えるのいいですよね。これ2枚重ねれば、あの結構あのファミリー向けテントの大きいサイズのテントのねインナーシートとしても使えるんじゃないかなというふうに思います。はい、あとこちらは煮る、焼く、炊くなどができてしまう、スタッキンググリルですね。こちらは新潟県の三条市で作られているという、まあ、日本製のもので、素材がステンレス、価格がですね7800円になっております。結構ね鉄板がついていたり、焼き網がついていたり、あとこのねあのメスティンみたいな、まあ、四角の立方体のメスティン、ちょっと面白いですよね。これ で高さもロストルが調節ができます。で、この間早速ね、私これキャンプで使ってきましたので、これについては使い心地についてはね、あの別動画でもう上げたいと思いますので、お楽しみにしていてください。はい、あとですね、何種類か今回タープが発売になるんですが、その中でも特徴的なものを一つ、こちらの燃え広がりにくいワイドペンタタープが発売されます。で、まあ縦横450センチ四方なので大きめではあるんですが、ちょっと残念なのがね、ペンタタープなので、どうしても雨を避ける部分というか日よけになる部分がちょっとね面積が狭いかなって言って、できればヘキサが良かったっていうのがねちょっと希望になります。まあでも燃え広がりにくい加工がしてあって、まあ9800円でポールもね230センチのポールが2個ついてくるということなので、まあ、値段的には非常にあの安くなってくるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はワークマンの新しいキャンプギアをご紹介いたしました。なんかね、結構あんまり見たことない形のテントであるとか、綿がいっぱい入ってね、あるとか、いろいろ面白いもの見れたかなと思います。値段もね、やっぱりワークマンならではのコスパのいいものも揃っておりますので、ぜひですね、皆さんも発売まで、楽しみにお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいね、チャンネル登録お願いいたします。ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か概要欄のリンクから、ブログアクセスできます。その他ツイッター、インスタもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。